市民の皆様、こんにちは。今日も健康ですか？当面の目標は、とにかく町を大きくすること。町を大きくして、収入を増やして、医療施設に注ぐのが目標です。町を大きくするために、何をしていこうか。町を大きくします。進次郎くんですか？本当にそれしかないのです。とにかく時間を進めて、町を広げるしか。それは、動画的に大丈夫なのだろうか？もちろん大丈夫ではないので、施設は建てていきます。ここに来て、初めて存在に気づいたのですが、歩行者用の道があったんですね。確かに、歩道がないのは不自然だよなって思ってた。しかも歩道で橋を作れると来た。これは活用するっきゃないぜ。学術都市駅の線路をまたぐために使いましょう。ここは、駅の裏側に学校施設をいっぱい建てたせいで、歩行者が遠回りを強いられていました。ここを渡れるようにして、ショートカットしちゃいましょう。それで、歩道橋は建設できそうですか？にゃぴ、ちょっと待ってね。スキルを習得するまでちょっと時間をください。できました。あとは、普通の歩道でスロープを作って道路につなげましょう。階段やエレベーターはないのね。急な坂をこの足で登ってもらうことによって、運動量を高めて健康を促します。そこまで健康を意識しなくても。よし、学校側には繋いだぞ。あとは駅側の方にも繋ぎまして、歩道橋ができました。そのために一軒のデパートが立ち退きを強いられました。住民の皆さんは使ってくれるかな？お、早速坂道を登っていってる住民がたくさん。いいね、どうやら需要は大きいみたいです。そうやって足腰を鍛えておくれよ。歩道橋はそういう使い道をするものではない。おや？住民たちの中にワンちゃんが紛れ込んでいますね。君も足腰を鍛えようというのかい？それにしても、一応住民のペットということになってるみたいだけど。リードで繋がれてもいないし、自由に街を歩いているんだな。我が明石は、ペットものびのびと暮らせる健康な街ですから。ちょっとそれはよくわからない。赤い服の女性のペットなのかな？この女性とペットは、高校のスポーツ場へと入っていきました。学校はペット同伴課でございます。スポーツ場もかなり使われているみたいだね。ですね。住民の健康度なんですが、頭打ちになってしまいましたね。71% から、全く増えなくなってしまいました。一応、騒音公害が発生していないか細かくチェックして、騒音に巻き込まれている家は取り壊したりしているのですが、さらっとえげつない公共の福祉。やっぱりもう、医療の予算を引き上げるしか方法は、ないのかも？今の医療の予算って、どうなってるの？確認してみましょうか。現在は 100%、デフォルトのままいじっていませんね。これを、ちょっと引き上げてみましょうか。110% にしてみます。これで健康度が上がったら、やっぱり予算が大事だってことになるけれど。上がってもらわないと困りますよ。お金をかけてるんですから。予算の最大値は 150%。最終的にはここを目指しましょう。あと、関係があるかはわかりませんが、火葬場を増やしておきました。ちょっと霊柩車の手が回りきってない様子だったからね。医療の予算が上がれば同時に、葬儀の予算も上がります。新鮮なうちに燃やすことができますね。はい、問題発言で退職です。では、新たな施設を建てましょう。警察、行政の項目から、市役所をアンロックします。今までずっと役所がなかったの？福祉事務所しかありませんでした。住民票の発行ができなかったね、あはは。もうそれ行政じゃないじゃん。でももう大丈夫。市役所が、我が町にもやってきます。スタバみたいなノリで市役所を建てないでもろて。ドスン、中心市街地からさほど離れていない丘の上に建設しました。このゲームにおける市役所の効果としては、ローンの金利を下げるというのと、製品の輸入費用が下がるという効果のようです。経済にプラスに働くってことね。あとは犯罪率も下げるようです。これは大きいね。行政サービスが正しく提供されないと、犯罪が増えるのね。脱税とか？ああ、そういう犯罪ね。市役所はあまり健康には関係なさそうですが、町として必要だと思うので建設しました。さて、予算を上げてからしばらく経って、健康度はどうなったかい？ 73%、確実に上昇しているね。やっぱり予算の効果は大きかったのか。逆に言えばそれでも 2% しか上がってないので、100% なんて絶対無理だったね。財政の方は、まだまだ余裕。また医療の予算を引き上げておきましょう。それでは、健康ラジオのコーナーです。ゆずきゆかりの健康ラジオを、この番組は、病人がいなくて暇すぎる、明石市立病院の提供でお送りします。この番組では、市民の皆様の健康に役立つ情報をお届けしてまいります。今回は薬局やドラッグストアで買えるお薬をいくつか紹介しますね。まず、ヘルペスの塗り薬を薬局で買うことができます。アシクロビルやビタラビンという抗ヘルペスウイルス薬の塗り薬を処方箋なしで薬局で買えるのです。第一類医薬品なので薬剤師からじゃないと販売できませんが、またこれらのお薬はヘルペスの再発の時限定で使用できます。
初めてヘルペスになった場合は必ず病院で診察を受けなければなりません。ヘルペスは免疫が落ちた時になっちゃう病気なので、免疫が落ちた原因にとんでもない病気が隠れている可能性があるからです。薬局の薬で対処できるのは再発した時だけだよ。他にも胃酸の分泌を抑えるお薬ガスターも購入できます。胃酸を抑える作用としては弱めの分類になります。これも薬剤師からしか販売できません。でもネットでは購入できます。他にも生理前の体調不良に使えるプレフェミンというお薬もあります。こちらは去年まで薬剤師からの販売でしたが、去年4月から登録販売者でも売れるようになりました。似たような名前のお薬でベルフェミンというものもあります。これは足のむくみを改善するお薬です。名前が似てるのに作用が違うの間違えるからやめてほしいなって思うんですけど、こちらは陽子同意薬品なので薬剤師からの販売でネット販売もできません。その他もろもろ意外と一般用医薬品っていろんなラインナップがあるのです。ネットで検索してみるといいかもですよ。それでは今回の健康ラジオはここまで。来週もチェケラ。健康度は 1% 上がり 74% に。ここまで来ると 1% の差が非常に大きく感じる。人口約4万人に対して病人がたったの24人ですからね。こんな街見たことがありますでしょうか。病院は本当にスカスカだろうね。他の町から患者さんを受け入れているという体にしておきましょう。とにかく今後もやることは変わりません。町を大きくしてお金を稼ぐ、それだけ。それでは今回の最後に一つの施設をアンロックしましょう。工科大学です。医科大学と並ぶ専門職を養成する大学だ。健康に関係なさそうなので後回しにしていましたが、工業を発展させてお金を得るには必要だろうということで建設します。うわー、これも大きな施設だ。しかし学術都市には土地がいっぱい余っているぞ。騒音がひどくて住宅が建てられないからね。ということで土数と同時に特殊施設の石油精製所がアンロック。産業に良い効果を与えてくれそうな施設だ。でこちらが工科大学。なかなかスタイリッシュな校舎じゃないですか。でも建物のない部分が多すぎませんかね。海外仕様ですから。ここで将来の技術者たちが勉強するわけですね。問題は彼らが卒業する頃にまだ実況が続いているか。目標を達成して終わっている説あると思います。本シリーズを14名の方々に宣伝いただきました。ありがとうございます。投稿して1日しか経ってないのに意外と多くてびっくりしました。迅速な宣伝ありがとうございます。なんとか予定通りに動画を投稿することができました。次の投稿は日曜日の予定です。これはまあ間に合うでしょう。急いで変な動画になってもよくありませんし、余裕を持ってのびのびと編集します。説得力が感じられないのはどうしてだろう。それはこれまでのうぷ主の悪行を考えてもらえれば。